義兄夫婦が離婚の話し合いしてるようで、義兄嫁から我が家のせいだと、やいやい言ってこられるのが面倒くさい。旦那は、兄と姉がいる末っ子で、一昨年の末に義姉が亡くなった。義姉は独身のキャリアウーマンで、生まれた当日に抱っこできたって理由もあって、うちの長女を特別可愛がってくれてた。三回忌の法要で、親族が集まった日に、義両親から、義姉の形見分けで、高級腕時計を長女にと譲られた。遺言に書かれていたそうで、高校生には早い品だけど、義姉が毎日愛用した時計だから、引き継いで使ってやってと言われて、受け取った。法事が済んで帰宅後に、義兄嫁から、その時計は、私、義兄嫁に譲る筋のものだから、よこしなさい。と電話が来た。義実家は、田舎の大きめの家で、住んでいたのは、義両親と義兄夫婦と甥っ子。義姉は、病気で退職した後は、義実家に戻って、義両親の世話を受けていた。義実家で亡くなったんだから、アクセサリーや時計は、同居の女性に譲られるのが筋だというのが、義兄嫁の主張。旦那が横にいたから、そのまま引き継いで。旦那から義兄に、兄貴の嫁さんの頭が変だ。とバトンタッチ。そのまま、離婚話になだれ込んだらしい。私さんが、話を曲げて言いつけたせいだ。と義兄嫁がやいやいうるさい。義兄嫁は、離婚したら、誰が、義兄と義両親の面倒を見ると思ってるんだ。と言いますが、義兄も義両親も、面倒を見る人が必要な状態ではないんで、脅しにはならないのになぁ。譲られた時計は高価すぎるので、落ち着くまで、私実家の金庫で預かってもらうことにします。私と義兄嫁にも、形見分けのアクセサリーもらったのに、強欲すぎる。うちは、持ち家なんで、同居はできないけど。幸い、義実家と近いので、先々は、私が自転車で走ってって、義両親の手伝いする気があるのは、伝え済み。義母が赤翼なので、こちらが教わったり、お世話になるばかりだったけど。義姉のことで、ずっと落ち込んでるので、なるべく子供を連れて顔を出してるよ。義兄嫁の矛先が娘に向かないようには、最大限気をつけようと思う。